インボイス制度についてですね、お話をしたいなというふうに思っておりまして、このインボイス制度というのは何かっていうと、まあ、消費税のですね、課税をですね、透明化する、そしてですね、電子請求書に対応すると。まあ、これまで紙の請求書を保管しなければいけなかったんですけれども、このインボイス制度の導入によってですね、電子請求書の保管だけで OK になるということで、ペーパーレスできると。これまでですね、そこで今すごく問題になっているのは何かというと、これ消費税というのはまずその、売上を立てる人が消費税を、まあ、10% だったら 10% を、まあね、軽減税率だったら 8% になってて、問題 10% 付加してで、売るんですけど、つまり消費税の売上、消費税を課税した売上がじゃあ200万円ありました。でも消費税を課税された仕入れが150万円ありました。そしたらその200万円から150万円を差っ引いて50万円しか、国庫に納付しなくていいというのが、まあ、あの消費税の制度なわけです。これはだから消費税の二重支払いを防ぐためにそういった形になっているんですけれども、まあ、これをですね、非常にその明確化してですね、消費税を取りやすいような形にしたのがこのインボイス制度なんです。